情報戦は、味方の情報及び情報システムを防護し、かつ、敵のそれを攻撃、格乱、妨害する敵味方相互の情報活動を言う。ただし軍隊や研究機関によって、情報戦という用語の定義には、若干の差異が認められる。ここでは、上記の定義で用いる。情報戦とは平時及び戦時をおいて、 情報優勢を獲得するために行われる一連の情報活動によって遂行されるものであり、米空軍の定義によれば、防衛的な対情報活動は戦略的防空作戦と同様に常に実施されており、その意味で常に情報戦は遂行されているとしている。その一方で、構成的な対情報活動は電子戦、心理戦、 軍事的欺瞞など様々な活動を総合したものである。段階的に発展するものと考えられており、程度のものから順に挙げれば、まず偽情報やプロパガンダのルフ、式統制中枢や情報発信源の物理的な破壊、コンピュータウイルスの投入、ハッカーによる不法、アクセス、ハッカーコンピュータウイルスによるデータに対する改ざん、 破壊もしくは電磁パルスによる物理的破壊と考えられている。ここにて情報戦の定理を紹介する。情報戦の定理情報戦とは交渉の優位性を最大限に引き出すことである。一相対優位により書くものは機械的に自己決定をなす。二秘密とは根本的には隠せないものである。三情報戦争は線形構造である。電子戦や 心理戦、プロパガンダを含める場合、その歴史は古い。コンピュータウイルスを使った例としては、湾岸戦争で CIA がイラク側に納入されるコンピュータを割り出しウイルスを仕掛けたことが情報戦争の元祖であるとされる。ただしイラク側が使い始める前に他国籍軍の砲撃でコンピュータもろとも破壊されたため、結果的に不発に終わっている。 情報戦については1994年頃から米国防総省や米軍において重要性が認識されるようになってきた。その基本的な概念として情報が必要な時に必要な人へ必要な内容で与えられることをめぐる戦いの一局面である。米空軍においては敵の情報活動の効果や機能を停止低下させ、 同時に敵の同種の行動に対して味方を防護し味方の情報活動を有利にするためのあらゆる活動と定義している。また、米海軍においては安全保障において味方の情報を敵から防護しつつ敵の情報システムを利用し敵の情報システムを停止させまた敵を陽動などによって誘出することによって決定的な優勢を獲得。 維持すするるるために情報を活用する活用動と定義している一方で、米陸軍は通信スペクトルを支配し、指揮官に敵行動を予測可能なものとし、味方部隊が敵の位置を速やかに把握して、戦車、火砲、航空機火力を整合的、統合的に運用する方法によって、その戦闘力を高める活動と考えている。米国のランド研究所は、 情報戦の特徴として、コストが安価なことや、伝統的な境界線が曖昧になっていること、心理戦の重要性、攻撃判定の困難性、同盟、協力関係が内在する、打弱性などを挙げた。米国防大学においては、情報戦をラの形態に分類し、さらに行為を防御、操作、低下、拒絶として整理している。ここでは、米国防大学の分類を用いる。 心理戦、指揮統制戦、電子戦は従来の戦争でも行われた形態である。ただしこれらの分類は個別的なものではなく、実際にはそれぞれの要素が相互に関連しており重複する分野も多い。指揮統制戦とは指揮系統を破壊、妨害、格乱することによって戦力の統制を乱し、敵部隊を分断する戦いを指す。組織的な活動には、 統一的な指揮統制が不可欠でありそのために古来から敵の指揮官や本部を狙って攻撃することは基本的な戦法であった。また、伝令の殺傷、指揮統制システムが依存している発電所や送電施設の破壊などの手段が用いられる。指揮系統の切断は敵が広範囲にわたって部隊を指揮統制する場合、指揮官、司令部の破壊、 無力化と同程度の効果が得られる。特に敵が各部隊の権限が極めて多弱であり、各部隊の現場指揮官が独自行動できない軍隊組織である場合、自衛的な戦闘活動すらも封じ込めることが可能となる。指揮系統の切断には物理的に司令部を破壊するハード的手法がある。これは司令部と部隊を結ぶ後方連絡線、通信回線、 中継分配施設、またはその機能を維持する施設に対する物理的攻撃であり、これに対抗するためには通信網を冗長化する必要性がある。反対に式統制システムを混乱、停止させるソフト的手法がある。これは電子線、ハッカー線、情報基盤線、経済情報線などと一部内容が重複する。電子線とは情報線においては 通信、電波妨害を指す場合がほとんどである。また強力な電磁パルスを用いた、破壊活動などの手段も含める。心理戦とは特定の民族に対してある、特定の行動や反応へと誘導することを目的に、した情報のルフなどの手段を用いる戦い。ハッカー戦とはハッキング、及びクラッキングだけでなく、コンピュータウイルスの手段が用いられる情報及び、 情報システムの侵入と防護をめぐる戦いを言う。情報基盤戦、情報活動の基礎となる各種センサーを用いた情報収集、偵察、監視活動と敵のそれに対する対抗の活動を言う。古来より原始的なセンサーの妨害として煙幕や闇夜が用いられてきた。これは敵にこちらの現在位置や状態の情報を与えないという基本的な 長方基盤戦の属性を表している。現代では円幕に対抗して、赤外線センサーなどが用いられており、湾岸戦争で多国籍軍の勝利に貢献し、現代の軍隊の必需品の一つと認識されている。また電磁パルスを用いたコンピュータの破壊活動と、その防護も長方基盤戦に含まれる。経済情報戦、金融機関、 交通機関、通信機関、エネルギー供給機関などのコンピュータシステムに対する攻撃や防御の活動を有。う。現代の経済活動はインターネットなどの情報インフラに高度に依存している。しかしインターネットはコンピュータの相互依存のネットワークに過ぎず、機密保護や防犯機能が内在されているわけではない。そのために利便性と同時に軍事的攻撃、 犯罪行為に対する保安性が求められている。1995年に米国防大学は米国の通信、金融ネットワークが攻撃に対して打弱であり、もし攻撃を受けた場合は経済活動が停止し、最悪の場合では国家的機能に決定的な損害を負う危険性があると述べ、米議会に調査研究の必要性を主張している。 ただし完全に全てのシステムが停止することは考えにくくあくまで最悪の可能性に基づく必要性である。サイバー戦、コンピュータ間におけるサイバー空間でのデジタル化された情報の伝達をめぐる戦いを言う。スポーツ競技の分野にて情報管理のために事実と異なる発表が行われる場合があるが、これも情報戦と呼ばれることがある。ありがとうございます。